カ島テルジは、大分県出身のクラシックピアニスト。東京芸術大学名誉教授。1937年生まれ、大分舞鶴高等学校から進学。1959年に、東京芸術大学を卒業し、田村博士に指示。1961年、東京にて、デビューリサイタル。1964年、旧西ドイツ政府旧非留学生として、 届く、国立ベルリン音楽演劇大学ベルリン国立音楽大学に留学。ゲルハルト・プッヘルトに指示。1968年、卒業式帰国。東京にて6回にわたりシューベルトのピアノ曲、連続演奏会を行う。帰国後は、東京芸術大学で、更新の指導に当たる。1980年、イタリアのポジターノにて、 ウィル・ヘルム・ケンプ主催のベートーベンチクルスに参加。他には78年、シューベルト没後150年記念リサイタル、86年、シューベルトチクルス、97年、シューベルト生還200年記念、リサイタルと室内学の夕べなどを開催。1998年、日本ショパン協会主催のリサイタル。2002年日本調律師協会主催のリサイタル。二千四年、 東京芸術大学教授を大感。同年2月には大感記念演奏会が行われた。現在、東京芸術大学名誉教授と、大分県立芸術短大講師を務める。リサイタル活動と合わせて、これまでに、バイオリニストの豊田孝治、総林忠黒沼由里子、チェリストの青木重郎、筒美剛らと、全国各地で共演。日本音楽コンクール。 神奈川新聞音楽コンクール、国際アマチュアコンクールなどの審査員を務める。カ島シマテルジ30記念演奏会、カ島文雄さん死去ジャズマンの姿、最後まで、大部合同新聞、https コロンスラッシュスラッシュメガロドン .jp スラッシュ2017-0226-1641-37スラッシュ https w w w o i t a p r e s s c o j p 443 10億1000万201702251億3181万22932017年2月25日閲覧ありがとうございます